皆さんこんにちは。聞き流すだけで開運する月運動画、今月は松本翔雄先生のアシスタント粟田がお伝えいたします。今月より毎月の運勢の配信内容を少し変更してお届けいたします。この動画では1月の運勢の3つのポイント、ラッキーフードやラッキーアイテムなどの開運ポイント、吉方位、開運行事についてお話しいたします。聞き流すだけ、見流すだけで1月の運勢や開運行動がわかるようになっています。ぜひ最後までご視聴ください。それでは2023年1月の白く木星の方の運勢についてお話しさせていただきます。白く木星の方の1月の運勢は小吉運です。本来なら中吉運の運勢ですが、暗検察が同座しているため少し運気が下がっています。今月の運勢の3つのポイントは、1、進む道が光に照らされるような月、2、感情的にならないように注意、3、日光浴は運気も明るくするです。まず1つ目のポイントですが、進む道が光に照らされるような月です。白く木星が開座する南には光り輝くという意味があることから、あなたが進む先がまるで光に照らされるように明るい話題が舞い込んできたり、良い出来事が起こりやすい月です。また練習していることや学んでいることが大きく成長しレベルアップしていく月です。もちろん何もしなければ明るい話題や成長はありません。努力した分大きなものが返ってくるということを忘れず前に進んでいきましょう。その行動が新年の運勢を大きく上昇させてくれます。2つ目のポイントは、感情的にならないように注意です。白く木星の方は本来穏やかであまり感情を表に出す人が少ないのですが、1月は火がついた乾いた草が風で煽られ燃え上がるように沸点が低くなり、感情的になりやすい月です。冒頭で申し上げましたが、1月は暗検察が同座しています。暗検察とは、暗いところから剣が出てきて殺すと書くように周囲からの攻撃があることを意味します。感情的な行動をとってしまうと周囲に敵を作ってしまい孤立してしまいかねません。あなたが困った時にいつも助けてくれる人は今月は何もしてくれない可能性もあります。1月は感情的になりやすいことを自覚し、何か思うとこがあっても一呼吸置き冷静に対応するようにしましょう。そうすれば暗検察の作用は薄まり、無事に過ごすことができます。3つ目のポイントは、日光浴は運気も明るくするです。白く木星が開座する南には太陽という意味があります。そのことから日光浴をすると運気が上昇します。関東より南の太平洋側では1月は晴れの日の確率が年間を通しても高いそうです。日本海側、東北、北海道では雪の日は多いかもしれませんが、太陽が見えたら外に出て日光浴をしましょう。特に精神的に疲れていると感じるときは、ぜひ太陽の光を浴びてください。リラックスでき、ストレスが緩和されますよ。1月のラッキーフードは火鍋です。白く木星が開座する南には火という意味があることから、文字通り火鍋を食べると運気が上昇します。火鍋には様々な香辛料や生薬が入っていることから美容や健康にもいいと言われています。旬の水菜や小松菜などの野菜をたくさん入れるとさらに運気アップです。辛くない火鍋もあるそうですので、辛いものが苦手な方もぜひお試しください。1月のラッキーカラーは紫です。普段から身につけるものや使うものにラッキーカラーを取り入れることを意識してください。財布やカードケース、タオルなどに紫色を取り入れることで金運や健康運が上昇しますよ。1月のラッキーアイテムはお線香です。白く木星が開座する南には火という意味があり、白く木星は香るという意味を持っています。そのことから火をつけて香るお線香を焚くと運気が上昇します。特に桜の香りのお線香がおすすめです。ぜひお試しください。ラッキーアイテムについては概要欄にも記載しておりますので、そちらもご覧ください。1月の吉方位は西北方位、東北方位です。自宅から見てこちらの方位にはあなたにとってプラスとなるエネルギーが充満しております。
吉方位に向かって何か行動を起こしたり出かけたりすると普段より良いことが起こると言われています。1月は九紫火星が中宮に開座している月ですが、九紫火星は火という意味を持っていることから、燃え盛る炎を見ると運気が上昇します。1月は神社やお寺でお焚き上げを行っているところも多くありますので、吉方位に神社やお寺があれば見に行ってみるといいでしょう。また焚き火を見つめるのもとてもいいですね。疲れていたり気持ちが落ち込んでいるときに焚き火の炎を見るといいでしょう。もちろん動画でも大丈夫です。ちなみに今回の背景映像は皆さんの運気が上がるよう願いを込め炎を撮影してきました。こちらもお楽しみください。1月に皆さんに知っていただきたい重要な行事があります。それは神日の節句です。神日の節句はひな祭りや七夕などと同じ五節句の一つで、7日正月とも言われる日です。1月6日の夜から7日の朝にかけてのことを6日年越しや6日年取りと呼び、正月を祝い松飾りを飾っておく期間である松の内最後の日として祝われてきました。ちなみに現代では松の内は地域によって日が違いますのでご注意ください。なぜ神日と呼ばれるかというと、古代中国では元日は鳥、2日は犬、3日は羊、4日はイノシシ、5日は牛、6日は馬を占い、対象となる動物を大切にする風習がありました。7日は人を占い、大切にするとされていたことから神日と呼ばれるようになったそうです。また1月7日の朝食に春の七草を入れた七草粥を食べることで健康になり邪気を払うと言われています。春の七草とはセリ、ナズナ、五行、箱べら、仏の座、鈴名、鈴代を言います。それぞれ食欲増進や利尿作用、止血作用、高血圧予防などの効果があることから、正月のご馳走で疲れた胃腸を休ませるのにも利がかなっているんですね。1月7日には七草がゆを食べて1年の無病息災を願い元気に過ごしましょう。以上が2023年1月の四緑木星の方の運勢です。最後までご視聴いただきありがとうございます。ここで1月に開催されるイベントについてお知らせさせていただきます。1月17日火曜日と26日木曜日に神奈川県鎌倉市の小町通りにあるお店で松本先生のミニ鑑定会を実施いたします。鑑定にお申し込みいただかないと普段直接お話しできない松本先生と大河ドラマでも話題になっていること鎌倉でお会いすることができます。料金は特別価格の15分2000円です。神宮館で行っている本鑑定のように詳しいお話はできませんが、松本先生とお話しできる貴重な体験ができます。来年の運勢や特別な開運法などについてお話しいただける予定ですので、関東近郊にお住まいの方ぜひお越しください。詳細につきましては概要欄に記載しておりますので、そちらをご覧ください。また神宮館では運気を上げるための開運法を知りたい、人生なかなかうまくいかないなどのお悩みを松本松雄先生による鑑定という形でお受けしております。松本先生とお話しすると、元気が出た、笑顔が増えた、前向きな気持ちになれたという声をお聞きします。誰にも相談できず悩んでいる方や落ち込んでいる方は、一度松本先生に相談してみてはいかがでしょうか。直接松本先生に会って相談する面談での鑑定や電話やズームでの鑑定も行っています。ご興味のある方やお申し込みはこちらまでお電話ください。神宮館の主力商品である暦シリーズが全国の書店様で好評発売中です。神宮館オンラインショップや楽天市場、Amazon でも発売しておりますので、ご興味のある方は概要欄からチェックしてみてください。この動画を見て面白かった、参考になったよという方は、いいねやチャンネル登録をお願いいたします。チャンネル登録をしていただいている方は、このベルのマークをこちらにして通知をオンにしていただくと、神宮館 TV が動画を配信するとすぐに通知されるので便利ですよ。ご質問や今後こんなお話が聞きたいなどのご要望がありましたら、コメント欄にご記入ください。 Twitter や Facebook で毎日の運勢を配信しております。こちらもチェックしていただければ幸いです。それではまた来月お会いいたしましょう。